中野、30打席無安打。大不振の阪神中野拓夢内野手が4打席目もレフトフライに打ち取られ、これで30打席連続無安打となった。前日19日のソフトバンク戦では悪夢の5打席連続空振り三振を喫した。この日もセンターフライ、ショートフライ、レフトフライ、レフトフライと4打数無安打。8日ヤクルト戦の2回にセンター前を放ったのを最後に快音から遠ざかっている。練習試合なんだから気にするなよ。大谷も無安打だから気にするな。近本、コース教えろ。中野みたいなタイプがこれはやばいけどな。急にどうしたんや。去年で燃え尽きたのかもしれん。まあ去年1年持っただけマシだよ。去年スタート時点で燃え尽きてた村上たちもいるわけで。給料上げすぎだよ。3割も売ってないのに。オフに谷町に飲み連れ回されてまともにトレーニングできなかった。たかがオープン戦だ。開幕したら打つよ。これは高山の二の舞。オープン戦ではよくあるやつだろう。開幕して打席数重ねると打つよ。